はい、どうも皆さんこんにちは、サナです。今回も時のオカリナの実況やっていきたいと思います。というわけでね、前回は銀のグローブを手に入れて終わりました。というわけでね、もう大人リンクのままでやってきたわけですから、とにかくね、もう銀のグローブははめれてるというわけで、ここ掴んで押していきましょう。ほら、こんな大岩でもすくすく育つように、もう本当にもう大木がすごく大きくなるように。よし、押しましたね。で、もういきなりね、もうすごくもう予習してきたんで、もうサクッといきたいんですが、こういったね、つつくわけでもなく、L 注目はせずに、で、上にね、これ、なんか、ランプがありますんで、これ、ランプか、バーカ、ほんとも。これの名称がわからない。で、あれを押すことによって、左右のね、また扉が開くので、まずこっちから行きましょうか。ガチャコン。で、ここ来ると、狼が出てくるんで、避けるな、バカ。落ちた。もうこれで、もう落ちたらこれでいいんですよ。で、ここで、よし、ゼルダの子守歌ね。そうすると、ガタガンガタガン、あんな大きな宝箱が落ちてくるというわけですよ。よし、で、これでフックショットで、こういうのよっ、ドゥル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 ン、ごまだれコンパスを見つけたダンジョン内に隠されたいろんなものの場所が分かった。もうね、昨日勉強しすぎて、もうこれもう寝起きなんですよ、僕。もう眠い、夢うつつのまま実況してます。結構勉強したんですよ、勉強。もう5時ぐらいまで。よし、で、次はこっち。こっちに行くと、なんかこの大きな石がゴロゴロしてるんで、このシルバールピーをね、集めましょう。行くぞ。うわあ、よっしゃ、完璧。ああ、すごくかっこいい。もう惚れちまうぜ、ほんと。もうたまらんな。大人リンクのこのセクシーさがわかる、この17歳男性。よし。で、これ順々集めていきましょう。こっちにもね、隠されて、危ない。これ楽勝だな。はい。ブル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 ン。で、ね、時の歌でなんかブルーってなるこの石がありますが、これは気にしないでおきましょう。雲なんでね、いつもの。よし。開く。で、この目の前に小さな鍵が落ちてるというわけでございますよ。はあ、すごい、サク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 。小さな鍵を見つけた。鍵付けで輪を開く鍵。で、これで戻っていきましょう。ゴロゴロゴロン。で、予習はここまでなんで、はい、もう、あれですよ、予定調和にはいきません。よし。で、あそこの小さな鍵を開けたところから、俺の本当の冒険が始まるみたいな感じ。いきまーす。ガチャコン。やっぱり怪しいと思った、バーカも。こいつライクライクってやつだったっけ。俺がなんか、なんか変な言い方しちゃって、すごく皆様のお茶の間フリーズみたいな感じ、ごめんなさいね。ほんと闇の神殿でのお話でございます。で、あれは無視して、これなんだろうか。は、透明な何かが、透明な何かがいる。これ切りつけたら大丈夫。あ、切りつけれるな。もう何か分からぬまま青い血を出したまま死んだんだけど、またいるし。何これ、なんかいるな。見えない敵に翻弄されている。痛い。なにこいつ、なにこれ。あっ、こらあかんわ。どうにかせえへんと。ここか、ブブーン。違うんかい。つかむ。早く押し。外れの宝箱か。さあ、こっちか。テレ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 ン、やった。一応落ちてきたんでね、宝箱開けておきましょう。こういう佐賀なんでね。やったよかった、開けてよかったよ。うえあ、あ、死んじゃう。あ、なるほど、開けたら氷作って罠ね。開けなきゃよかった。というわけでガタンとやってきました。ここね、見覚えあるでしょ。これ一応降りてきまして、で、この壺がね、割っても多分何も出てこないんですよ。割れないしな、そもそも割れないしな。くっそ、本当に割れないの。わあ、ほら、やっぱり何もないもんと。苦労が水の泡で、いやハートくれるか。あいつ ぶつかってきてもなんかプラスマイナスゼロみたいな感じなんだよな。で、ここで多分忍の炎、前はね、マジックポイントなかったからできなかったんだと思う。はい、で、やっ、てれ真上に出てきました。うわー、すごいな。これ多分ダンジョンマップだな、この形状的に。宝箱の、いくぞ、開く。ダンジョンマップを見つけた。アイテムモードに切り替えてマップ画面を見てみよう。やっぱりな、コンパスから先に手に入ったからおかしいなって思ったんだよね。
じゃあとりあえずこれ上に上がるのかな。上に上がれないな、これどうしよう。こんな裏技ができるとは思っていませんでした。ちょっと待ってね、この松明にこのロングフックを引っ掛けるっていう荒技。あー、いけたし、あ、大丈夫、オッケーオッケーオッケー、ここまでやってきました。でね、こっち見ると地図の鍵を使わなければいけないんで、地図の鍵僕もね、持ってないんで僕で、ここね、このあれ、何もない、何もないって、あ、これですよ、これ行くぞ行くぞ。あ、これ飛ぶんですよ、飛ぶ、オッケー、飛ぶんで、ね、飛ぶんですよ。うわー、ガンガン、危ない、よし、オッケーオッケー、はい、完璧、ゼルダの子守唄だ。よし、で、これを吹くことによってなんだろう、宝箱がもちろん出てきますよね。それが小さな鍵になってごらん、ごらんやす、行くぞ。宝箱見えねえな、宝箱見えねえな。どこにあるのかすらも見えねえな。これもうちょっと端に行きましょうか。はい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 、危ないぞ、ギリギリだぞ。ここだ、完璧です、おっしゃ、オッケー。で、ここで小さな鍵をゲット。はいはい、行くぞ。イラク、てれれれん、もうスムーズすぎる、スムーズすぎて怖い。で、ここ、松明をね、こう例に同じく、あれ、ナイスコトン、よっしゃ、完璧。で、小さな鍵をこじ開けると、はい、オッケーです。ん、またいる。爆弾あったっけな、ないし、ボムチこれは無視していこうか。いや、あれ、攻撃してこないぞ。ああ、してきたよ、バカ。ほんと、もう信じて俺がバカだった。はい、開きます。まだまだいるなこれ、まだまだいるな。あ、どないしましょうこれ。小さな鍵はやっぱりありますね。これディンゴので焼き払えるんじゃないかなっていう俺のちょっとした提案アイディア。やっぱりか、おお、倒したちゅうことかにゃ。もう一発、ドーム、やっぱり倒せるね。オッケー、完璧です。銀の炎で焼き払いました。さて、ここのスイッチを押すことによって危ないな。あれ、これ意味ないな、これ意味ないね、意味ないね、これ。え、全部倒さなきゃいけないって感じか。なるほどね。じゃあ行くぞ。これハンマーでぶち砕けたような気がするんだけどね。えよ、うわあ、落ちちまった。もう復活してるし、ひでえな、ひでえお話だ、内緒のお話。もう落ちるし、バカ、もうほんとバカか。あぶね、またこういう状況かよ。もうマジックポイントもねえよ、どうすんだこれ。まだ来るか、あぶね、あぶね、はいはい、てれ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 、焼き払え。これ誘導尋問かな、誘導尋問できるか。できないんだけど、できないんだけど、こっちで、これこっちで、まずあいつを打ち払いましょう。これせっせと、これボムチュ、ボムチュ、いくぞ、ボムチュ、ボムチュ頼むぞ、ボムチュ。完璧だ、完璧すぎる。よし、一番厄介なやつ、よっしゃ、よかった、倒せた。もう、割愛、もう、激戦すぎて、割愛だよ、ほんと、どうやって倒したかなんて。もう疲れた。はい、開く。ここで死ぬほどバカじゃない。ここで死ぬほどバカじゃない。死にたくないぞ。来るな。わあ。よし。爆発すっかな。オッケー。で、もう一匹、多分フェイクがいると思うんで、ほら。そして、ここだ。よし、オッケー。これで爆発するのを待って、もう一匹はね、普通の石像なんで、多分だけど、非常に多分だけど。違うし。あ、開いたの?開く?イェーイ。ここなんだろう?ここ。うわ。え、これまずくね?まずいよね!非常にまずいよね、これ。これボムチューで応戦するしかない。はい、ボムチュー。で、もう一丁ボムチュー。ボムチュー。安定のボムチュー。あ、一撃?なんで?一撃なんで?だが断る。録画ミスや。録画ミスや。完全な録画ミスや。何の言い訳も思いつかん。
ーもうリンクさん、これミラーシールド手に入れてしまっています。まあ言うてね、録画ミスっつってもね、あの録画してないところから、あのね、あのすごい大振りのなんかすごい中ボス的なやつに倒されてから5分ぐらいしか経ってないから、その5分のね内容をもう綿密に説明すると、まずミラーシールドを手に入れて、ミラーシールドを手に入れて、でこっちの扉が開いた、それだけですよ。もうたったそれだけですから、安心してください皆さん、安心してください。大丈夫よ、危ない、痛い痛い痛い、で俺が死にそうなんで、よし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 、倒したぞ倒したぞ、これ死んじゃうぞ俺。これ爆弾置いて自爆したんだよな前は、ほんとも。で炭になるのを待つのか俺は。待たねえよ待たねえよ、よし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 、逃げ惑えバカ。でここ、これ置きます、防ぎます、ほら見てみろ。でここの弓矢で、ここの弓矢で、チクで、上になんか氷ができたんで、ここ、すっとこどっこいしょ、あれすっとこどっこいしょ、乗ります。で、ここ乗ると、はい、スイッチがあるから、はい、ポチッ、てる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 、この燃えていた宝箱が、すごく熱くなっているけど、触れるようになったということです。死んだわ、もう魂の神殿大嫌い、魂の神殿大嫌い、帰ります。それあ、帰り道になんかいる、で皆さんにはまだ映してなかったところがありますね。こっち開く、こっちまあいろいろあったんです、危ない、で飛んできますから、はいはいはい、死ぬぞほんと死ぬぞ。はい、というわけでここまでショートカットできたということです。でボス部屋の鍵はもう持っていますから、ここねカチッと開くわけですよ。開く、これ妖精もないのにほんとに大丈夫かしら。シャギン、ノーダメでクリアできるあれなんかないんですけど僕に。ほっほっほ、誰か来たようですよ小梅さん。そのようですね小竹さん。我らの神殿へ侵入するとは恐れを知らぬ不届き者よの。ではその不届き者に罰を与えてやりましょうかね。我らの忠実なるしもべよ、我らに代わり侵入者を殺せ。ここでまずこの弱っちい中ボスが来るというわけか、なるほどね。わあわあわあ、演出が凝ってる、わあ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 、来てみろよ、服装が変わっただけだろ。ああ音質育ちがね、床で寝たこと言うとき、床で寝たことなんかないんだろお前、どうせ来いよ、食らわねえから。ごめんなさい、ちょっと落ちた俺。よし、まずここを取っておきましょう、安定だ安定だ。よしほらサクッと、変わんねえよお前なんか、サクサク、うんサク、はい、うわサク、つまんねえな試合が、つまんねえよほんと、たまんねえな、たーたまんねえ。ちょっと体力をね、あのハートを出させるためにちょっとこいつを利用させてもらいましょうか。はい、こっち来い、こっち来いお前は、もう俺の手の内なんだよお前は、どうせもう回復で、ここでサクッと、でまだ外装が剥がれていませんから、まだちょっとねこいつはピエロにする要素はあります。ちょっと来いや、あぶねえ。でこう切った時に多分手に入る、おっと死んじゃったか、頭が割れた、あ何、こいつまさか、わっノボルさん、あ、値は一体、あびっくりした、おやおや正気に戻ってしまったようですよ小梅さん。
たかが小娘とはいえこいつを慕う者もいますからね、小竹さん。もう少しガノンドロフ様の役に立ってもらいましょう。おっおっおっ、ではもう一度洗脳し直してあげましょうかね。いっいっいっ、危ない。うわあ、たまんねえな、ほんと。ハートが落ちてる。あれを拾う手立てはあるはずだ。ちょっと待って、まだ向こう岸に行くあれがありますね。もうちょっと、あ、でも全回復か、全回復か。ちょっともう日本語がちぐはぐになっております、俺も。開く、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 打ったら開く。さあ、ノーダメで行かなければいけない。さあ、どうするか、これ、ほんと。さあ、最後のボス部屋やってきました。この上に登ると、多分奴らが降りてくると思うんですが、もう、こればっかしはちょっともう、俺も、怖すぎて、たまらない。さあ、来るぞ。バカな子だね。自分からガノンドロフ様に捧げる生贄になるに来るなんて。私の炎で骨まで焼いてやる。大きくなりました。あー、懐けえなこいつ。私の霊気で魂まで凍るがいい。おっおっおっ。さあ来るぞ、最後のボスですね。これを倒せば次はガノンドロフですから、気合い入れていきましょうか。創世魔導士ツインローバーやっていきましょう。こいつは多分覚えてるな、ちょっと感覚的、本能に覚えてる。本能本能本能で覚えてる。こいつがまず炎の攻撃してきますから、こいつの攻撃をどうにか炎のやつに当てるんですよ。炎じゃねえや、氷だった。ほら来るぞ来るぞ。ほら、これ当てるとこっちの氷のやつが苦しみますから。ああ、これでいけるんだ。ああ、簡単だ。行くぞ、急ぐ、来いよ。次はお前が攻撃してくる番だと俺は思っています。来るぞ、来た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 。バカが、ほんと読みやすいな、おばあちゃん。へえ、じゃないよ。いないぞいないぞ。ああ、片割れがいない。バカ、こっち、あぶね。さあ、近くにいますね。氷のおばあちゃんから死んじゃうよ。で、次は氷のおばあちゃんが攻撃してきます。さあ来いよ。あ、違う、まさか、騙された。よいしょよいしょ、こっちから死んじゃうよ。ねえ、なんだろう、バランスよく当てていきたいもんですがね。またこいつか。さあ、どこにいる氷のおばあちゃんは。氷のおばあちゃんどこ。氷のおばあちゃんいなかった。わけわかんねえ。さあ、こっちか、次はこっちか。どっちだ、どっちが攻撃する。炎のおばあちゃんね。なるほど、また氷のおばあちゃんが苦しむことになるけど。いな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 、バカ、ほんともういな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 。こっちか、バカ。次はどっちが攻撃する。さあ、うまいことこいつらをちょっとまとめて中心にねえあれしたいもんですが。あ、来たぞこいつ。こんな近場にいたのに当たらなかった。さっきの俺のミスだ。さあ、小梅さんか塩梅さんか分からんけど、まあなんだろうね、そのどこにいるのか把握できたらいいんですが。初ダメージだ、初ダメージだ。すごく食らうんだけど、すごく食らう。レバガチャしないともうたまらない。危なかった、さっきの危なかった。一撃でこれくらい食らいますからね。すごく恐ろしい、末恐ろしい、末恐ろしいおばあちゃんだ。もう末も何ももうこの先はないだろうがね。よっしゃ、完璧、凍りましたね。さあ、本気でいくよ小竹さん。本気でいきますか。オッケー、小梅さん、小梅&あ、小竹&小梅のセクシーダイナマイトボディ。うー、あー、いやセクシー、ほんとムラムラするよ。さあ来いよ。さあ、こうやってどうやって倒すのか。一応、あ、なるほどね、なるほどね。なんだろう、これ溜め込んでんのか俺は。あ、これでずっと溜め込んで最後の一発の時に、よいしょー、火炎放射で落ちた時に落ちた。あ、セクシーだな、ほんとこの人セクシーだな。
わあ、攻撃できました。一発だけ攻撃できましたね。すごく本当セクシーだった。たまんねえな本当。あーやばいやばい、さっきのはダメでしたね。よし、まず一発溜め込んで、あと二発溜め込むとあのね放射できるので、まあ待ちましょうか。なんかピーチ姫みたいな声だな。あ、しまった、これやばい。うわ、最初から元と、うわうわ、死ぬのかい、俺は死ぬのかい。危ねえって、もう危ねえよ。またこの体力かよ、俺もうこれ好きだな俺ほんと。よし来い。うわうわうわ、これもうL注目しとかないと死ぬぞ本当に。頼む、はい、とりあえず防いだらこいつに吸収されますので、で炎の時が来たらどっち来る？来た、よっしゃ、もう一発来い、頼んますよ。これ危ない、よし、事なきを得たな。またか、どこまでの攻撃範囲かわからんからね、一発食らったらもうアウト、即アウト。またお前ふざけんじゃねえぞ本当。よっしゃ来た、来るぞ、行くぞ、ウィーで剣を向いてバットジャンプ切りが届かなかった、バカか。本当に俺は何してんだろうな、本当に俺は何してんだろうな、危ねえぞ。心臓が止まるよ本当。すごい、あれれれれれれ、これはノーダメで必ず行かなければやばいぞ、死ぬぞ本当に死ぬぞ。気合引き締めていこうや。炎か、はい、炎を貯めます。この人何かと火炎放射の方がお好きなようで、多分ほらやっぱり、よし、あと一発来い、おばちゃん、よっしゃ行け、火炎放射だ。一回 L 注目は解いて、でこれ飛びます、で、はいはい、切りつけて、うわすごくセクシーなんだけど、切りつけるのがクソ心元ね。よっしゃ、 L 注目 OK、 氷か、そんで次はよっしゃ氷、あと一発頼むぞ。よっしゃ食べます、いきますよ、ブーで L 注目はすぐ解いて、よしよしよし、すごくセクシーだ、本当にセクシーなんだけど、あーすごくセクシー、よし離れろ、で L 注目、さあ欠かさず、次は火炎放射ぐらいか、やっぱりな、もう読めるぜお姉ちゃん。次はよっしゃ、あと一発来い、頼むお願いします、お願いしますお姉ちゃん、姉ちゃん来た、よっしゃ行け、 L 種目すぐさま解きます、切りつけるすごく本当にセクシー、よっしゃ倒した、しんどかったポン、もくまだあるのか、まさか、チョコザイナ今度こそ本気でいくぞい、のこたけさん、あら、おや、なあごめんさん、その頭の上のものはなんじゃ、そういうあんたの上にもあるぞこたけさん、あたしはまだ400年しか生きてないんだよ、あたしなんて380年だよ、双子なのに20年もさばようんじゃないよ、あんたこそボケてんじゃないの、誰がボケてるって、それか姉たり双子の姉も妹もあるかい、けーこの白状者、なんでこの恩知らず、白状、
化けで出てやる。すごく面白かった。そして同時にすごくセクシーだった。幸運したよ俺一番。あれ、ハートの歌あったよ。危ねえ、これを取らずにはいられない。取ります。よっしゃ、2段目できましたね。これで11個目か。まあ少ないですがね、普通にやってる人だと、普通にやってる人と比べたらね。というわけでもうここには用がないので帰っていきましょう。あー、すごく日本語が違う。もうすごく時間がかかった。もう1時間ぐらい実況してます俺。もうほんとバカじゃない、ほんと頼まえ。録画ミスもあったじゃん、ほんと散々だった。これから勉強もしないといけねえしな。賢者の間、坊や、まずは礼を言わせてもらうよ。7年前のあのちびすけはもう一発の剣士じゃないか。それにしてもこの値としたことがとんだどち踏んじまったよ。あのばあさんたちに洗脳されていいようにガノンドルフに利用されちまうなんてね。だけど面白いじゃないか、その値が魂の賢者なんだで。だめだよ、だめ、六賢者の一人としてやつらと戦うことになるなんてさ。ふっふっ、この借りはきっちり返させてもらうことにするよ坊や。いや、時の勇者はせな。あの時の約束の代わりにこのメダルをあげるよ。受け取りな。魂のメダルを入手したナボールは賢者として目覚め、勇者に一つの力が宿った。あんたがこんないい男になるって分かってりゃ、あの時の約束守ってやりたかったね。の、勇者せなよ。ついに我ら六賢者は復活した。魔王との対決の時が来たのじゃ。近い、顔が近い。その前にお前を待っておる者に会うがよい。その者は時の神殿でお前を待っておる。